ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。7月30日より男子の試合が始まり、女子は8月4日から試合が始まる今年のインターハイ。今回は女子学校対抗の組み合わせを紹介します。第1シードは8連覇中の四天王寺。昨年のインターハイ三冠王の横井選手や全日本ジュニア2連覇の実績を持つ王道選手が残っており、今年もその牙城を崩すのは容易ではありません。8シードには承知深谷が入り、その下には札幌大谷と希望が丘が入るという激戦区が完成しています。第4シードは全国高校選抜では3位に入った桜ヶ丘が入りました。野村選手、小林選手と昨年から活躍しているメンバーが残っており、上位進出が期待されます。また8シードには関東王者の横浜隼人が入り、表彰台を目指します。第3シードには高校選抜3位の新徳女子が入りました。福井商業を県大会で破った敦賀や龍谷大平安などがそのブロックに集いました。8シードには島根県の明星が入り、上位進出を狙います。第2シードには明徳義塾が入りました。真下には山陽学園と明豊と強豪校が入っており、初戦から気の抜けない戦いとなります。なおこのブロックの8シードには北信越王者の遊学館が入っています。女子学校対抗は四天王寺が前人未到の9連覇達成となるのか、他の高校が待ったをかけるのか。ラリーズではインターハイも現地で取材し速報予定ですので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また注目校や注目選手がいましたらコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。Rallies.